フアン・ルイス・ゲラはドミニカ共和国の歌手、シンガーソングライター。彼のレコードは世界中で3億枚の売り上げを誇り、12回のラテングラミー賞、2回のグラミー賞、2回のラテンビルボード賞を含む数多くの賞を受賞している。彼は数十年にわたって世界的に最も名の知れたドミニカ共和国のアーティストである。メレンゲ、ボレロ、 そして、アフロラテンポップスの混合された彼の音楽は、ドミニカ共和国のみならず世界中でけうな成功をもたらした。ファンはしばしば、ドミニカ共和国で人気のあるバチャータと呼ばれる音楽を利用し、いくつかの曲では、ボレロのメロディよりもむしろバチャータのリズムを基礎としている。また、彼は一つの音楽のスタイルにはこだわらず、メレンゲ、ボレロバチャータ、バルダ、サルサ、ロック、 ついには、ラゴレロに現れるように、ゴスペルの要素まで多様な音楽の趣きを取り入れている。素敵な社会像について歌った、EN、おはらけゆばカフェは彼自身で作曲したもので、最も高い評価を得ているものである。その他、ブラックアイドピーズのタブーと共に制作した、ラジャーベデミコラソンも、また、彼の異なるジャンルの融合した音楽の一つの例で、ある。 フアン・ルイス・ゲイラ・セイハスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴにて、オルガ・セイハスとバスケット選手であったヒルベルト・ゲイラの間に生まれる。音楽の活動を始める前は、ドミニカ共和国の公立大学である、サント・ドミンゴ自治大学で文学と哲学を勉強していた。それからフアンは、サント・ドミンゴ国立音楽院で、ギターと音楽理論を学び、マサチューセッツ州ボストンの名門。 バークリー音楽大学で学ぶため、アメリカ行きを決意する。彼は、バークリーを1982年、ジャズ編曲についてで学位を取り卒業する。帰国後1984年にアルバム、ソプランドをリリースし、フアン・ルイス・ゲラ &4.240 として徐々に知られて、いくことになる。グループのメンバーは、マリダ・リア・エル・ナンデス、ロジャー・サヤスバさん、マリエラ・メルカードである。 バンド名はスペイン語では公式にクアトロ・クエレンタと公表されていて、普通、キトロ・シャントス・クエレンタというところを短縮した形になっている。なお、この名前は標準チューニングから来ていて、ファンの兄弟ホセ・ヒルベルトが、名前は音階と我々を端的に表しているものが良いと提案したという。ゲラによれば、このファーストアルバムは、 バークリーで学んだジャズの楽曲をコンセプトにしており、商業的なヒットは狙っていなかったと語っている。そして彼は徐々にメレンゲの曲を書き始める。彼らは、ムダンザワイ、アカアオ、ミュントロスマスロピエンソ、T という2枚のアルバムを発表し、ドミニカ共和国で名声を得て、同国を代表して、オチ主催の音楽フェスティバルにノミネート参加する。 翌1989年のアルバムは彼らに国際的な名声をもたらした。このアルバム4時40分ではバックにとても速いテンポながら緩やかなメロディを被せてあり多くのラテンアメリカ諸国でチャート1位を獲得する。また徐々にヒットソングのプロモーションビデオが制作されるようになりフアンルイス・ゲラ &4.40 はツアーを行っていくようになる。なお、 収録曲、おはらけゆばカフェは、1996年と2008年に、それぞれカフェ特場、ロザリオフロレスにカバーされ、再度その名声を得ることとなる。1990年には彼は、バラのバチャータを発表して、大きなヒットとなり、初の村見以上を受賞した。アルバムは500万枚を売り上げ、ゲラは、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国へのツアーを続けることになる。 このアルバムはいくつかの彼の主要なラブソングのうち、ブルブハス・デア・モール、バチャータ・ローザ、ロザリア、コモ・アベ・ジャ・アルポノール、エーペ・ディール・スマノ、カルタ・デア・モール、エストレ・ヨータス・ワイド・ウェンデスを収録している。ゲラは1992年にアルバム、アレイトをリリースした後、論争の的となる。これはヒットシングル。 エルコストでエラビーダを含んでおり、このビデオが反アメリカ的なトーンであるとしていくつかの国々で禁止されたのだが、これがまたラテンアメリカ諸国一般的に存在するアメリカ批判を公に放映することへの恐怖から起こったものだったからである。他の曲もまたいくつかのラテンアメリカ諸国の貧困について歌っており、1492年の アメリカ大陸の発見そして第一級の大国たちの二重規範を批判している。また、この曲はラテン音楽トラックで南国系音楽のパフォーマーとしては初めてのナンバーワンヒットの異業を与えたと思われる。曖昧な表現を英語版からそのままの形で残す1995年にはアルバムフォガラテをリリースししばらく プロテストソングの発表からは遠ざかった。このアルバムは、ペリー・コリ・ピアオのような、とりわけより地域的であまり知られていない、ドミニカ共和国の音楽のタイプを基調としている。1998年には、ゲラは、アルバム、NIS ・ロミスモ・ NIS ・イグアルをリリース、絶賛を得て2000年にメレンゲベストパフォーマンス、ベストトロピカルソング、ベストエンジニアードアルバムの3賞を受賞する。 アルバムは、ミピーシー、パロミータブランカ、エルナヤグライエヌ・ビーチクレターを収録。ツアー、パラティーにおけるスペイン・マドリード公演にて、2005年7月6年間の間を置き、2003年に、ゲラは、アルバム、パラティーアイをリリースする。曲の多くは、彼の熱心なクリスチャニティを反映してそのベースが、信仰的なものになっている。このアルバムで彼は2005年のビルボードの、 ゴスペルポップス、トロピカルメレンゲのセクターで2つの賞を受賞する。ラス・アビスパスという1曲で2つのカテゴリーの賞を同時に受賞したのは初めてのことだった。このほかこのアルバムはヒット曲としてパラティ・アイ・ソルダードを収録している。また同時に彼はスペイン音楽学院から20年にわたるカリブ海地域と祖国への貢献により、 ラテン特別賞の栄誉を与えられている。2006年1月、フアンはバークリーの60周年記念コンサートを、ポール・サイモン、ハービー・ハンコック、ミッシェル・カミロ、キャーラ・チベロラと行う。同年、彼はディエゴ・トーレスのアブリエンド・コミノスという曲に演奏で参加し、マナーのベンジ・タツルスにボーカルで参加している。2月に行われた ローリングストーンズのアビガーバンツアーにおけるプエルトリコさん不安公演で共演している。彼はまたスティングに招待されてドミニカ共和国のラロマーナで行われたコンサートアルトスで塩ンで歌っている。2007年のロヌエストロショーでは栄誉ある人生の達成賞を与えられている。彼はまた2007年の3月にリリースされるアルバム 愛のミコラソンの先行公演を行った。愛のミコラソンは4週にわたってビルボードで1位を達成し、各国でもチャートをのし上がっていく中、コロンビアではナンバー1の販売枚数を得た。ゲラはこのアルバムで9個のラテングラミー賞、6個のプレミオカサンドラ賞、4つのビルボードアワード、2つのロ、ヌエストロ賞、そしてグラミー賞を含む20以上の賞を受賞した。 2006年の4月6日、フアンは第13回 BMI ラテンアワードで BMI アイコンとして栄誉を受ける。BMI の1995年度のラテンソングライターオブザイヤーとなり、ゲラの作曲は14の BMI ラテンアワードを受賞する。フアン・ルイス・ゲラは2007年ラテングラミー賞でノミネートされたレコードオブザイヤー、アルバムオブザイヤー、ソングオブザイヤー、 ベストトロピカルソング、ベストメレンゲアルバム、エンジニアオブザアルバムの5章をさらう。アルバムに携わった、アーラン・レシュ・ホーン、ルイス・マー、ロニートレス、アダン・アヤンダがベストエンジニアードアルバムに選ばれた。ラテングラミー賞の一晩前にはそのラテン音楽と、白愛性への貢献から、ラテンレコードアカデミーパーソン・オブザ・イヤーの賞をその、学会から受けている。2008年の3月10日には、 ドミニカ共和国で最も重要なカサンドラ賞で6つの賞を得た。彼が取得したのはそのイベントにおいて最も重要な賞であるオルチェストラトール・オブ・ザ・イヤー、アウトスタンディング・アーティスト・ボード、ミュージック・アルバム・オブ・ザ・イヤーで愛のミコラソン及びエル・ソベラノにより取得した。2008年の3月16日、彼は他のアーティストたちと共にその先日から発生していたコロンビア、 ベネズエラ、エクアドルの間での衝突に対して、フアネスによって発揮されたコンサート、パズシン・フロンテーラースに参加した。2008年4月11日、フアン・ルイス・ゲラは、ビルボード・ラテン・アワードに7つのノミネート、3章の受賞をするという大きな成功を成した。2008年9月15日、ゲラはユネスコによって、障害を持つ子供たちや助けを必要としている子供たちに恩恵を、 与える努力に対してという理由で、ユネスコ平和芸術家に選ばれた。2009年6月9日には、ゲラワ母校である、バークリー音楽大学のコンサートホールで、名誉博士号を受ける。2010年、フアンは、エンリケ・イグレシアスと共同で、クアンド名なもろを出し、ミュージックビデオにも共に出演した。そのシングルは、現在15週一位を取得しており、両アーティストにとって、 連続集では最長の記録である。ゲラは1995年のアルバム、ホガラテのジュライナインティーンスをはじめに最近ではメディシン・ホー・マイ・ソウルやサムシング・グッドといくつかの曲を英語でレコーディングし、サムシング・グッドではイタリアの歌手キャー・ラッチ・ベロと共に歌っている。ウーマン・デル・カヤをグアバベリー、セニョリータ、ラジャー・ベ・デ・ミコラゾンなどの数曲は英語版と スペイン語版の両方が存在する。またアルバム、アレイトのアートとナボリアとかマヤニーマッカナはイスパニョーラ島の先住民で絶滅したタイの族の言語であるアラワク語で歌われている。その他、バチャータローザにはポルトガル語のものがあり、バチャータイン福岡では日本語の挨拶も使っている。彼はドミニカ共和国出身であり、彼の音楽にも強く、 カリブ海独特のリズム、つまりメレンゲやバチャータの影響を見ることができる。彼の歌詞においてはしばしば意図的に単純で強く、多義的なものが利用し、広く、一般的なフレーズやイデオムを利用していたり、エロティシズムに取れたりするフレーズを利用していたりする。ブレブハスデアモールや、エルナヤグラ・イエヌ・ビーチクレターがその例である。2009年8月に不安は、 福岡と東京で公演している。またこの旅地でバチャータ演福岡を書いており、ラテンポップ、エアプレイのビルボード、ラテントロピカル、エアプレイのビルボードで1位を取っていたことがある。なお、この曲は中年の日本人の女性が浜辺にバスで向かっていく際、その若い時にその場面がシフトし、若い不安と思われる人物と二人が幸せそうに踊る。 そして最後に、再度二人とも現在の年齢に戻りかを見合わせるという内容で、こんにちは、ありがとうございますと歌っている部分がある。日本が気に入ったらしく、日本の人々も食事も大好きだとインタビューで語っているほか、2010年11月28日現在の彼の公式ホームページのトップ画像は、舞子の映った日本内視オリエンタリズムの趣きを持ったものになっている。 ありがとうございます。